今ね、こんな感じですね。ユミナがもう少しでレベル5に上がりそうなんだけど、まだイベントが発生してないんだよね。好感度が足りてないのかな、ちょっと。体育館でプールで水泳ですよ。中澤もプールか。校庭でプールで水泳なんだ。じゃあちゃん妹の好感度上げよっか。それプールに行こう。あ、お兄ちゃん。え、ちちちちちちち、久しぶりに見たな。このピッチピチのスクール水着、へそが浮き出るスクール水着ってなんだよってな。今ならちょっと話そうよ。いいでしょ。ええよ。やったー。何話す？何話す？久しぶりのスクール水着だから写真撮ってもいいけどね。好感度がやっぱ足りてなかったのか。じゃあちょっと好感度上げるためにお話でもしましょうぞ。ビーチテニス頑張れよ。うん、もちろん。お兄ちゃんが撮ってくれるんだもん。張り切っちゃう。あ、そんな話してたな。誰と一緒に出るんだろうな。俺の知らないモブかな。その可能性あるよね。こう暑いと毎日プールでもいいよな。うんうん。ただただ水に浸かってたい。体育は全部水遊びでいいんじゃないかな。ははは。体がデロンデロンになっちまうよ、そんなの。なんかあんまり好感度が上がらなくなってきたな。からかう。手ぶら。なぜそんな業界用語を妹に。知ってるよ。手のひらで胸を隠すんでしょ。この妹やりおる。やってあげたいけど、ユミナの胸は大きいから手のひらじゃ収まりきらないかな。なんだと。じゃあお兄ちゃんの手でブラしてあげよう。はいはい。ああ、聞き流したの。絶対やってあげないんだから。いいよ別に。妹に手ぶらとかされても微妙な気持ちになるわ。大切な胸はちゃんと隠しとけ。じゃあなんで手ぶらの話したんだろうなっていうね。それがよくわからない。得意な泳ぎってなんだ。平泳ぎ。息継ぎが簡単でいいよ。何メーター泳げるんだ。40メートルぐらい。平泳ぎで40メーターすごいな。なんだよその中途半端な数字。25メーターのターンからだんだん腕の力がなくなっちゃって、プールの真ん中で立ち往生しちゃうの。手ぶらで収まりきる範囲がすごくすこ。40メートルプールならちょうどいいんだけどな。とてもすこ。いや、いいですね。なんか好感度の上がりが悪いのかな。褒めるか。褒め褒めテンションする。あ、運動で活発上げようかな。もうここで活発ってね、意外とエロいんだよねイベントでね。うん、未だにできないよ。気持ちは飛び込むんだけど体がすくんじゃうから足から水に入っちゃう。小さい頃と変わんないな。体が大きくなったから恥ずかしさ倍増だよ。飛び込み昔やって。あ、いけない。ずいぶん話し込んじゃった。もう行かないと。昔高校の時飛び込みやってさ、プールの底で顔面で逆立ちしたことがあってさ、もう二度とやるかと思ったね。すっごく楽しかったよ。額をパックリ割っちゃってさ。写真はね、フォトセッション、フリーイベントが発生してるよ。フォトセッションでの写真撮るやつはもういいかなってちょっと思ってきてる。そんな構図も変わんないしね。フリーイベントが発生してるよ。じゃあフリーイベント、今日は北枕さん以外いないのかな。金曜日の21時はみんなお出かけしてるのかしら。橋から川に飛び降りようとしたら欄干から足が離れなかった中学生の夜。北枕。なぜ夜にそんなとこから飛び込もうと思ったし。
それは遊びですか、それとも、いや、やめておこう。北枕さんの過去の闇に触れそうな気がして怖いわ。お兄ちゃん、なんで居残ってんだ。部活は今日はお休み。美術で身近な人の顔を描かなきゃならないんだけど、授業だけじゃ終わんなくて。はい、二人組作ってってやつですね。今仕上げしてたとこ。気合入ってんな、見せてくれよ。うん、いいよ。誰描いたの。はい。うお、すげえイケメン。お前のクラスこんなやついんのか。遊びでやんす。完全に飛んだと思ったら足がなぜか離れませんでした。わら、北枕夜中に橋から飛び込もうとしてる人がいたら全力で止めるわ俺。警察に通報するよそれ。なぜ夜にやろうと思ったし、どういう関係なんだよ絵にするなんて。かなり親しい何がおかしいんだ。男は顔じゃないぞ。変なやつだったら俺が、うん、やだな。これお兄ちゃんだよなと思ったけどさ、同じクラスのやつじゃねえのかよ。は？私がお兄ちゃん以外の男の人を描くわけがないってこの妹ちょっとおかしいかもしれん。お前から俺はこう見えてんのか。まだまだお兄ちゃんのかっこよさは伝えきれてないけどね。そうか。どんなイケメン補正がかかってんだよお兄ちゃんは私のことが大好きだね。はあ、なんでそうなるんだよお前言うだよそれ。だって嫉妬したでしょ。やはりやばい。私が他の男の人を描いたって。この兄弟も、兄弟揃ってやばいのかな。兄貴も若干シスコンだしね。若干じゃないかな。それは兄としてお前の周りの男が。はいはい、安心して、私はお兄ちゃん一筋だから。おま、それもどうかと。ほらほら、せっかく。はい、いらっしゃいませ。仕上げするの付き合ってよ。お兄ちゃんを見つめながら描きたい。ゆっくりしてってね。お、おう、私の席に座って。この妹、怖いみんなそう思ってきた。実はもう俺もそうなんだけど、ちょっと行き過ぎだよね顎を引いていい顔して。血繋がってなかったらいいんだよ。単純に近所に住んでるお兄ちゃんってことで、お兄ちゃんって呼んでるんだったらまだいいんだけどさ、血繋がってんだよなこれ。やばいぞ。最終的には血繋がってないルートと血繋がってるルートに分かれる的な、そんなシスプリ的なシステムを備わってんのかなこのゲーム。バッチリかっこいいもしくはかっこいい、大好き、お兄ちゃんのことが世界で一番好きって持ち上げといて、エンディングで崖から突き落とす的な。お前も家族だ、北枕ファミリーパンチおじさん的な。こうしてユミナの絵のモデルをした。その可能性ある。今のイベント真面目イベントだったんだけどさ。真面目だったのあれ。真面目に全然見えないんだけど。じゃあスマホ太郎でもいじりまして、中澤さんがレベル3に上がったね。いいね。ユミナももうちょっとレベル5に行けるから、そろそろ新しいイベントが見れますな。お、誰もいないか。こんな時間だしな。本当賢者がアニメ化しましたね。わら、北枕俺なんかやっちゃいましたって。なんかうちの兄貴が見たらしいんだけど、作画がイモイモちゃんぽいらしいよ。作画家っていうか絵のタッチがイモイモちゃんぽいらしいって。作画がイモイモちゃんだったらやばいもんな。お、この服いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ちょ、こっちもいいな。後で検索しようっと。よし、無防備な。なんていうか芸能人っぽいオーラがあるやつだよな。そうか。作画がイモイモだったら見たいですね北枕。作画がイモイモで、まるで将棋なアニメなんですよね。つまり見てえなそれ。逆に
今期のアニメで見てるのって今んとこなんだろうな。今のところあれ見てるアニメがないな。おはようこの破天荒おじさんだ、妖精購読。さようなら破天荒おじさん。嘘です。こんばんは、うどくさん。キャベツ検定だけクリアするんですね。わかります。北枕キャベツの作画ばっかり気にしやがって。そこじゃねえっつうの。お話をもっとだなって。ついてますよ、寝癖。お、そうか、かっこ悪。ほっとけ。それじゃね。仲良くなったな、中澤と。体育館で体育なんだ。ユミナの好感度をもうちょっと上げたいから。本気はワンパンマン楽しみどす。校庭購読。体育館で。ワンパンマン一期も見てないんだよね。体育なんだ。最初から見てないとな、やっぱり。あれ本当に俺今期何見てたっけな。何も見てない気がする。お兄ちゃん。なんかやってたっけ。今ならちょっと話そうよ。いいでしょ。覚えてないくらいだから多分見てないんだろうな。あ、いいぞ。じゃあ、やったー。何話す？何話す？ワンパンマン面白いんですか？じゃあ好感度上げるためだけの会話をするか。いつも言ってんな、そんなこと。妹を見つめてはとは思うが、が、どうしたんだろう。急に見つめられると恥ずかしい。あ、悪い。もうチューしちゃえよお前ら。僕は好きです、成功読。じゃあ今度見てみますか。ワンパンマン漫画しか見ていないけど面白いでやんすよ、北枕。あ、本当に。なんかね、見ようって気にならないんだよね。なんか最近あんまりアニメを見ようっていう気が起きなくてさ、前期のアニメが面白かったからかなって毎回言ってんだよね。新しいアニメが始まるたびにまた1話から見るのかっていう感じになってさ。断然うどんだよ。なんか君キスにうどんが好きな女の子がいたな。どうして？うどんはスーパーへ行けば美味しい冷凍うどんが買えるもん。うどんこちゃんとか言われてたな。記憶はかなりでやんす。美味しいお蕎麦は本格的なお店へ行かなきゃ食べられないじゃない。そうだよね。一通りできてから見るか。今盾の勇者しか見てないもんな。見るでしょう、北枕。それ俺の彼女です、成功毒。あ、うどんこちゃん。うどくさんもキミキスやってんだっけ。お手軽さでうどんの圧勝。女子力高えな、うどんとか食ってると。酸化して味覚を失いそう。味覚じゃないか、目を失ってたのか。あれはあーしてたんだ。見てなかったかもそれ。よし、じゃあ勉強を取って、趣味のコンボで好感度爆上げだ。書いたよ、とっくに。な、いつの間に。春のうちに良さそうな本を見つけて。はっ、いつの間に。少しずつ読んでおいたから。計画性だよ、お兄ちゃん。くっ、言い返せねえ。妹にどやられた。くそー、大学デビューしたての大学生みたいなどやり方しやがって。許さんぞ、お兄ちゃんは。色気っていうか、なんか背徳的なエロスがあるよ。アニメ化はまだですよね。あるもん、色気たっぷりなんだから。キミキスのアニメ化はしてないよ。してたまるか。どのあたりだよ。それはフォトカノも、フォトカノじゃねえや、ラブアールも人気が出ればアニメ化しそうだよね。ポニーテールの同じとか。おっさんかお前は。ポニーテールの時点で子供だろ。いいの、ポニーテールは可愛くて気に入ってるの。ユミナが髪を下ろしてるとこ見てみたいな。あ、オッケー。よし、マックスなった。もう用はない、帰る。キミキスのアニメ。そんなものはなかった。いいね、そうなの。成功読。あ、はい。すっごく楽しかったのに、なぜ甘噛み形式にできなかったのかと。またすぐ声かけるよ。絶対だよ、またね。
わあ、こんなこと言うのか。主人公のとんでもないゲス化を披露しましたがね、フリーイベントが発生してるよ北枕。そんなのあったんだ。フォトカノのアニメ見てないな。ゲームやりたかったからね、ネタバレを避けるためにあえて見てなかったんだけど、実況が終わったら見るか。ん、次の大会はどこのクラスだ。お、お兄ちゃん、最近ショーパンの良さに気づいてきた。ブルマもいいけどショーパンもいいよね。あ、次のお前体育か。うん、そう。それよりいいところに。ん、腕立て伏せのやり方教えてよ。あ、腕立て伏せなんてどれでもできるだろう。それができないから聞いてるの。自慢じゃないけど一回もできないんだから。不参加現象ですね。とんでもない不器用だな。それでよくテニスできるな。徳さんはショーパンが好きなのか。じゃあショーパン好きを返上するわ。先輩にもよく言われる、もっと力をつけろって。けどね、腕立て伏せができるようになりたいのはテニスのためだけじゃないの。ん？なんと腕立て伏せはバストアップにいいんだって。うまっ、大きくなるんだよ。これ以上でかくしたらその服入らなくなるだろう。お兄ちゃんも私の胸が大きい方がいいでしょ。はいって答えたらおかしいでしょ。ちょっと妹さん、よ俺は妹にこんなことは望んでないんだ。妹らしくしてくれよ。なんでそうやってすぐセックスアピールしてくるんだよ。優しいね。胸が大きくても小さくても気にせず私のことが大好きなんだ。やばいな、やばすぎるこの妹。言い方、誤解を招く。まあまあ教えてよ。よすがる。いい方がいいじゃない。どうしたんって言うんですか。一体72が起きたって言うんですか。北枕、出かけないってもんじゃないことを肝に銘じておいてください。女性の敵ですよ。やだな、もう本当にやめてくださいよ。小さいのも大きいのもいいんです。何だっていいんですよ。何だっていいんですよ。胸は妹が腕立て伏せをする様子を写真に撮るんだな。何やってんだお前。お前マジで一回もできないんだな。え、何やってんのこれ。腕立て伏せしてんの。この妹影がない。さてお前、ジュラル星人だな。ユミナ、ジュラル星人説濃厚。小さい頃に比べればって何考えてん。本当だよ。早く教えてよ。肘を曲げろ、肘を。おできないなら膝をついてやれよ。ああ、可能性あるな。実は死んでて周りの人には見えないって可能性あるよね。膝を1212。うわー、楽ちん。何の意味があるんだこれ。その腕立て伏せ何の意味があるんだ。これじゃトレーニングにならないんじゃない。でもな、主人公のクラスメートにユミナ見えてんだよな。テニスって普通に腕の筋力必要でしょ。なんで腕立てできないんだこいつ。一回もできないんじゃそれこそトレーニングにならないだろ。腕立て伏せ毎日続けて筋力がついたら腕立て伏せをやってみる。膝立て伏せか。あ、そっか、千里の道も一歩からだね。この道はローマに通ずるっていうだろ。そういうことだ。腕立て一回、三回できるようになるかな。お兄ちゃんをからかうごとに100回腕立て伏せすれば、そしたら嫌でもできるようになるよ。まあそれぐらいならな。よし、バストアップしてお兄ちゃんを脳殺しちゃうぞ。はい、100回。はい、100回です。からかい上手かな。からかい上手の逆パターンだけどね。からかったら罰ゲームとして100回やってもらうから。今また言ったからね。そうやってすぐ血のつながった兄貴にセックスアピールしてくるんだから、早速膝立て20回だ。成果を楽しみにしててよね。はい。
頑張ってその乳袋をでかくしろよ。俺は中澤と写真撮るからよ。金、暴力、北枕。金、暴力、セクロス。セクロスやりてえな。あれ、中澤があんまりいないぞ。65で中澤いるか。出すか、ここで。なんか。を逃す前に網から離れろ。本当だよ。北枕さんはセックエスだった。保健室。保健室にちょっと中澤呼び出そうかな。わざわざ5を使って。いや、5を使う必要ないな。3。これか。エンカウントマックスアップ。じゃあ保健室へいらっしゃい。マジカルルーレット。久しぶりにこの妹見たな。ラッキーチャンス。メイド服とかないのかい。メイド服を所望するんだが、なんかメイド、あ、なんかそれらしいものがある。成功毒、なんかあるね。ヒット。オール仲良し、会話ジュエルがすべて仲良しになります。それはマジカルエンカウントミラクル。あんまり嬉しくねえな。あそこにいるのは中澤っていうか。メイド服だと。今なんかあったよね。あったよね、メイド服みたいなの。メイド服着せられるのか。作曲家の名前とかを打つと僕の名前みたいになりますね。わら、北枕。お、よかったらちょっと話そうだね。いいですよ、今体空いてるんで。え、何そのエロい話。中澤の体は空いてるって。じゃあそうだな、ラッキーを取りたいからここを埋めるか。ちょっと趣味、運動。気づくと2時間ぐらい経っちゃってることもありますね。え、逆にそんだけしか見てないの。お前それでよくアイドルになろうって思ってんな。1日5時間くらい見ろよ。何も収穫がないと時間を無駄にしたって。胸に穴が開いてるだけですよ、北枕。それどこのフォロー。しました。それどこのフォローよ。おされ先生の漫画に出てくる化け物じゃん。なかなか勉強が来ないな。ちょっと、ラッキー取るのが難しいな、この位置。運動。体育は全力出さないって言ってたのに、寝落ちするまでバスケ頑張るとか、極端なやつだな。やるからには限界まで。それが私です。たかが体育で、限りある体力を使い切ったのは、おさんでした。その体力あるな、おじさんだけど。あ、ラブ仙人いらっしゃいます。今日はちょっと遅かったね。今ちょうどじゃないけど30分くらい経ったところかな。んー、ラッキーが来ないな。ラッキー来てほしいんだけど。ここ2つ取ればラッキー取れるか。じゃ趣味取って運動いっか。演技はね、他人になりきるってのが難しそうで。ミュージカルのバックで踊るのなら喜んでやりますけどね。ヒロインじゃなくていいのか。はあ、ヒロインへのこだわりなんてないですよ。今だって隅で踊ってんじゃん。意外と向上心がないの。アメンドーズとかエブリちゃん耐久実況を耐えた僕に資格はありません。せやな、4時間やってたもんな、あれな。俺が死ぬかと思ったわ。途中からイヤホン外して音なしでやってたりさ、立ち上がってやったりとかやってたもんね。どんなライブでもステージでも呼んでもらえれば喜んで全力を尽くします。もう一回アメンドーズとエブリちゃんと戦えっつったら全力で断るな。なぜか彼らは倒しづらかったもんな。お、ラッキー来た。ラスボスがめちゃくちゃ弱かったんだよね。ゼールマンだっけ。コカリウド、ゼールマン。3回くらい倒したもんね。あ、その後に出てきた、なんか、月の民みたいなのはめっちゃ弱かったけど。上位者にすげえ手こずってたな。あと、なんか、最短者だっけ。あいつもやたら手こずってたよね。
いや懐かしい思い出ですわ。なんです？どこか連れて行こうってんですか？いいんですか？もうすでに保健室にいますか？じゃあなんです？悪い、なんでもない。振りほどかれないんだからさ、結構仲いいよねこの二人。よし、じゃあ仲良しがあと二つで溜まるから、最初にこの、あれラッキー一個溜まった、これ、あ溜まってるね。高一だと付き合ってるやつら多いだろうな。チラ、何チラチラ、モテない男の悲願な、なんでモテない確定なんだ。なんでって当たり前じゃん。カメラ持って校内うろついてたらモテるわけないでしょ。せやな、俺だったらあれなんか涙が出てきたぞ。それポトカノとかラブアールやってるプレイヤーがいつも思ってることだよ。カメラ持って校内うろついてるってのはただの変態だよね。やっぱりそうか、女子は警戒する一方だって。いやでもポトカノだとさ、後輩が写真撮らせてくれたんだよ。はあ。このゲームだと中澤と妹しか思ったより楽しかったです。話してくれないけどね、他の人は話しかけたら逃げるもん。さてさてさて、ストーリーイベントが発生してるよ。来たね、これでレベル5になるわけだ。行きましょう。からかい上手の妹ちゃんを慌てさせてえな、逆に赤面させてえよな。変態ですからね、北枕。結局保健室で写真とか撮らなかったしな。まあなんか保健室でそういう話したら盛り上がるんじゃんって思ったくらいで。夜になっちゃったよ。あ、学校から帰ってきたのか。しかしこのゲーム年下の数多いよな。普通後輩キャラ一人だと思う。成功読。そうだよね。先輩一人、同級生一人、あと全員後輩だからね。後輩多すぎでしょ。しかも小学生がいるしな。お兄ちゃん、お疲れ様。先生のパーフェクト悶絶教室、北枕。それ需要あるかな。先生が一人で盛り上がってるだけだよそれ。ちょっと縛りが甘いよ、何やってんのって、そこ鬱血するまで縛ってよって、あーもう水上村の人じゃないとダメだなもうって、ムクブ先生言ってるだろうな。そろそろ終わりでしょ、一緒に帰ろう。なんで気使って縛ってんの。いやダメだって、縛るんだったらもっと思いっきりやってくんないと。あーもういいや、もう水上村に帰る小生って言ってね。左手金箔甘いよ、何やってんの。左手の金箔にやたらこだわるんですね。こんな時間まで寄り道してないでまっすぐ帰れよ。部活してたの。テニスとビーチテニスの掛け持ちは大変なんだから。ビーチテニスの練習ってできんの。うん、お腹減っちゃったからお兄ちゃんと何か食べようかなと思って。もう二度と村から出てこないでください。封印成功毒。あの人はあそこにいることが一番の幸せだからね。本当？やったー！死してなお緊迫されるっていうね。あのゲームの中で一番のなんつうの？幸せ者というかさ、成功者というか浮かばれてる人ってムクブ先生だけだよね。お。うわー、美味しそう。これなんてドーナツ？イタリアのドーナツです。ラズベリークロワッサンドーナツだ。クロワッサンだからフランスだった。すごい、クロワッサン生地なんだ。紅芋かな。確かに紅っぽいよな。紅芋ドーナツってうまそうだな、よく考えると。ドーナツは苦戦してるからな、テコ入れだろ。昔全然関係ないんだけど、あのときめきメモリアルガールズサイト2でさ、やったーってやってるもんね後ろでね。すごいウェーブをかけてるからね、ムクブ先生を緊迫してから。昔さ、
ときめきメモリアルガールズサイト2の実況をやってた時に、パート1だかパート2だかでさ、ブラジルのブレンドっていう単語にめちゃくちゃツボってさ、なんか5分近く爆笑してた思い出があるな。何がそんなに面白かったのかわかんないけど。そうなの？そうなのよ。ブラジルのブレンドですって言って、ブラジルブレンド一つお願いしますって言われたお客さんに、このブレンドってどういう、どう、なんていうブレンドなんですかって聞かれて、俺がブラジルのブレンドですって言って爆笑してたっていうね何が面白いんだよっていう、そういう思い出があります。女の子はカフェ行っちゃうし、客層が合ってないのかもね。むむ、鋭いこと。早速いただきます。ラブ仙人あ、ラブ仙人はガールズサイト見てくれてたんだ、ありがとうございます。意外とね、あの女の子版のときめきメモリアルも面白かったな。あ、よく覚えてんだよそれ。なんだっけ、ときメモの、なんだっけ、サブストーリーズか。なんか気づいたら部屋にカマドーマがいたんだよね。あれは超焦ったわ。重い。そこで美味しい。うめえにゃっつって、ちょっと。うめえにゃって言えよ。これはコンビニのレベルを超えてドーナツ専門店の味わいだよ。確かね、サブストーリーズの一作目かなんか。ちょっと自分でも確認しないと覚えてないレベルなんだけど、もう5年くらい前だよそれ。確かガールズサイト1だった気がするわ、それね。なんかかまどーま出てからすげえ悲鳴あげてたっていうのを覚えてる。お兄ちゃんが食べてるドーナツは何？こっちは超不人気のビターチョコドーナツだ。うまそうだけど、男向けに作ったんだと思うけど、まるで甘くないからちっとも売れなくてな。どれどれ？あ、関節キスですか。あーほん、関節キスはキスのうちに入らない。誰が誰とキスしようと関係ない。うまくないだろ。うんうんうん、すっごく甘いよ。なんか声にならない叫びを上げてたような記憶が。わら、きたまくら。ちょっと後で10分でも確認するわ。そんな感じだったっけ。お兄ちゃんのドーナツだもん。わー、出た。はい、腕立て伏せ100回追加ね。また気持ち悪いこと言うから。お兄ちゃんのドーナツっていうのやめてよね。お兄ちゃんがドーナツみたいじゃん。可愛いこと、妹じゃなかった。惚れ、いやいや、何考えてんの、妹。そうだな、妹じゃなかったら惚れるよな。妹だからな。ねえ、お兄ちゃん。うん。男の人って、気の置けない中の女の子のことを、妹みたいなもんって言って、照れ隠ししたりするじゃない？何が言いたいんだ。まあ、そうだな。それって、妹くらい何でも言えて、気を使わなくていい女の子は恋人候補ってことだよね。んちょっと何言ってるかわかんないんですけど、急に飛躍したぞ。妹がさ、その砦を波状ついて破壊してくるんですけど、どうしたらいいですか。すいません、妹が工場兵な件について。自分から砦を破壊するなよ。何が恋人候補じゃ。君も隅に置けないね。かといって真ん中に出る必要はない。もぐもぐ、そうかもな。ラノベかけて。俺の妹がこんなにエロい件についてっていうラノベ書く。いっそ妹でよくない。いや、よくないな。何を言ってるんだ君は。ゴフ。大丈夫？喉に詰まっちゃった？それ、これガチで言ってんのかな。なんか冗談に聞こえない。実の妹には壊せない壁があるんだよ。そうだよ。トアの近い先生ですか。成功毒。トアの近い先生、あれ血つながってんだよな、そういえばな。確かにトアの近い先生臭がする。お前が詰まるようなこと言うからだ。妹は妹、恋人は無理。なんで。楽しいよ。何でも分かり合ってる二人なんだから。楽しくねえよ。やだよ、倫理的にやべえよ。私はお兄ちゃんのいいところもちょっと良くないところもみんな知ってる。この子さ、分かって言ってんのかな。恋人ってことはさ、恋人同士がするようなことするんですよ、兄弟で。いいの？お兄ちゃんも私のこと全部知ってるじゃない。
本気で言ってんのかこいつ。妹だからな。ほら相性バッチリ。頭が痛くなってきました。ほら北枕やばいな。ちょっと一戦を一戦どころじゃねえな、二戦三戦超えてきたな。相性が良くても妹は妹。相性がいいのは認めてくれるんだ。む兄弟で相性悪かったら最悪だろ。そうだね。これエンディングが読めねえな。お兄ちゃんが妹のこのアタックに折れてもう妹でいいやってことになるのか、まあ、このままの関係がエンディング後も続くのか、どっちなんですかね、うん、よかった。お兄ちゃんがお兄ちゃんでずっと二人仲良くいようね。恋人みたいに。怖いよ。妹が怖いこと言ってる。恋人が余計だっつうの。ドーナツ食ったら帰れ。そこ重要なのに。タック、こうしてユミナとドーナツを食べた。妹だからわかるんだ。やばい。それどこのヤンデレ妹にささやかれて眠れないシリーズですか。でもなぁ、かつて主人公の妹に幼馴染が腰の入った腹パンを食らわせたアニメがありましたね。わら、北枕。他のルート行ったら刺されそう。わら、ラブ。マジなぁ、懐かしいなぁ、腹パンネキ。あそこから始まったんだよね、腹パンネキは。ズドーンってなってたもんね。バキのパンチみたいなの入れてたからな。したら家を出て遠方に行った方がいい。なんか刺されそう。拘束されそうだよね。お兄ちゃんはどこにも行かなくていいんだよって。いやーちょっと妹にさヤンデレされるの俺好きじゃないんだよ。違う、血のつながった人にさヤンデレされても全然嬉しくないんだよ。血のつながってない、あ、なんかやってる。おお、おっと。これドリクラで見たわ。なんで直座りしてんの。スカートを下に引きなさいよ、次に使う人が困るでしょう。思わずシャッター押したけど妹だしいいかって、免罪符じゃないからね。今妹ちゃんスカートをさ折りたたまずにそのまま直座りしてたよね。友達が梅原だったら妹をあげてもいいと本気でも思います。北枕。わかる、梅ちゃんいい人だからな。スペースで何やってんですかね。たまにね、自転車でパンツ収納しないで自転車こいでる人いるけどね、ケツ痛そうだなって思うよ。じゃあ次の日いきますか。ちょっと中沢成分が足りてない気がする。マジでありそうで怖いわ。姫の木聞いてくれよ。おはよう。姫の木が倫理的にまずいと思って妹に言ったらもっとまずいやつだったんだよ。どうしたらいいんだ。姫の木、姫の木、もう小学生でもいいや。メリーバッドエンドおめでとうございます。プールで水泳なんだ。まさかこんなことになるとは。すごいよねこの妹ちゃん、ここまでお兄ちゃんラブラブし続けるってなかなかできることじゃないよ。小学生は最高だぜ。成功読体育館で体育です。本当だよ。プールで水泳ですよ。中澤ちょっと俺を癒してくれ、妹が怖いんだ。おお中澤、時間空いたんだけどなんか話しません。人の名前を呼び捨てにするのに敬語なんだな、そこがいいんだけど。ちゃんと盛り上げてくださいよ。話しましょうよっつって話しかけた相手に盛り上がりを期待するってあんた。ああ、あんた俺みたいなこと言ってんな。じゃあ運動を外してからかうを合心させて、またプライベート外してこれを合心させるか。なんか合心合心言ってんな。そうだね、最初はいいかなって思ってたんだけどちょっと怖くなってきたもんな。アイドルと水着グラビアって切っても切れない関係だと思うけど、どう思う？アイドルと水着グラビアってあんまり関係なくね？いつでもドンと来いですよ。あ、いいんだ、そういうの。取られて恥ずかしいようなボディーラインはしてないんでね。
ほう、わかるけど、エッチなポーズはお断りですよ。やっぱり彦さんはソウルメイトだった。綺麗に撮ってくれなきゃね。北枕まあ、わかりますよね。妹とは一線を越えないっていうのが俺の心情だから。じゃあプライベート外すか。触れるいけるじゃん。そうだった。これね、フォトカノだとね、バイオリズム会話中に触れるが発生してさ、なかなか難しいんだよね。目、これ頬なの？目じゃないの？頭、髪の毛。ちょっと、なんでいきなり髪に触れるわけ？北枕。わ、悪い、なんかついてたから。あ、そうなんだ、ごめん、毛根をむしろうと思って。じゃあいいけど。髪があるやつが羨ましい。やめてよね。いや、妬ましいごめん。誰が毛根へしに来た。あ、好感度すぐ上がるな、このゲーム。それはいいけどね。んじゃあ、女性をなでなでしたいだけの人生だった。成功読。今からでもやればええんやで。鍵をかけてないのが悪い。う、まあな。留守番してあげてたんだから、むしろ感謝してくれなくっちゃね。お前、中に堂島がいたらどうすんだよ。裸足で逃げ出すぞ。写真撮れそうだけど、どうしようかな。会話はした。あ、普通に会話したいんだけどな。失望しました。よしひこさんのファンになります。北枕。頭 LED って何？てっかてかってこと？そんな環境に優しいもんじゃねえよ。じー、水着姿の後輩を。そんな見つめても何にも感じませんよ。そうだよな。はは、感じてたら逆にそれはそれで。もうここまで来たらあれか、あげられるのが少ないな。普通に写真撮っていいな。エッティな写真でも撮りますか。あ、いいですよ。ただし綺麗に撮ってくださいね。もちろんです、プロカメラマンですから。で、どんなポーズすればいいですか。ここの BGM フォトカノと一緒なんだな。横たわるとね、なんか空中に浮遊しちゃうからね、あんまりやってほしくないんだよな。じゃあ、他の子のせいで妹の異常性が浮き彫りになってくる。せやな、妹やっぱセロ上げまくってるよな、一人で。しかもセクシー路線とかじゃなくて、なんか倫理観な面で上げてるからね。さすがに恥ずかしいんだ。米印、この撮影はラクーンポリスデパートメントに許可されています。北枕ありがとうございます、ブライアン所長。お、この位置たまんねえぜ。ま、お、ちょっ、そうかもしれないですね。足を広げんかい。ちょっと中座、中座ちょっと、もうちょっとガバッといってそう、デルタゾーンが見えねえ。ちょっと一回立て直す。こうだ、よし、この位置。中澤綺麗だぜ。ただしリアムは強い遺憾のよう表明した模様。北枕、よしよし、セクシーポーズで。なんかさっきから下半身しか撮ってねえな。そう見えるですか何やってんですか、もっとやれ。デルタゾーンをちょっと撮ろうと思いまして。綺麗に撮る。適当なこと言ってないですか。言ってないよ、可愛いって。可愛い可愛いちょろいなこの女じゃあセクシーに行ってみようか。ちょっとだけですよ。カトちゃんか、お前は。おわ、なにそれ、右のケツだけで体支えてんの。すげえバランス感覚だな、おめえ。そうですって。妹も怖いけどカメラの動きも怖い。わら。パラディズム、エオリシオン、エデン、北枕。すごい、なんだこれ。本当に左のケツだけで。
アイーンってやってる。かわいいな、中澤は。自分からやっといて。いいから、さっさと取ってって。左のケツが釣りそうだぜって。今それ言います？言います、言います。照れて？バカ殿にしか見えなくなった。訴訟、北枕。後でマッサージしよう。やりすぎじゃない？いや、いいね。よかったわ。こんな恥ずかしいなんて聞いてないんですけど。それじゃね。いや、これだよな。そうだよ。血のつながってない他人とエロい写真を撮りてんだよ、俺は。サンディモデルだとこういうところあるからな。だからおじさんは 2D へ至上主義なんですわ。成功読。サンディはサンディでええんやで。エロいゲーム最近 3D で多いからね。おお、すっごいへそがエロい。わかるよ、このへそのエロさ。この水着やばいな、やばいな。やばいな。スコさんも僕と一緒にメンシス学派になって啓蒙を高めましょうよ、北枕。いや、もう十分高いよ、僕は。啓蒙高すぎて、彼女の。平素は格別の合コン杯を賜りなんたらかんたら、成功毒。ボディーペイントに見えてくるもんな。ペンキ、絵の具で塗ってんのかな。ストーリーイベントが発生してますよ。早い。もう、早いよ。さすがに早ない？さすがにちょっとまだレベル3ですぞ。プレミアムフラッペとか海の公園とか行きてえからよ。まだちょっとレベル4には上げねえぜ。家庭科室で調理実習なんだ。そっか、頑張れよ。完全に妹への興味を失いつつある。ストーリーイベントが発生してますよ。しょうがねえ、中澤の天外エプロンでも見るか。ちょっと中澤のイベント起こそうぜ。わあ、出た。お、この天外エプロンよ。歩くジョークグッズめ。時間空いたんだけど、なんか話しません？いいよ。それにしか見えん。わら、成功毒。ね、だって上半身に行くごとにちょっとくびれていってるとこがまさにそうだよな。これ女の子が着るもんじゃないよ。ちゃんと盛り上げてくださいよ。中澤はね、部屋着も天下なんだよね。中澤天下説あるぞ。これ昆布の旦那、水着には鮮度があります。怯えれば怯えるほどに感情とは死んでいくものなのです。北枕。どういう意味？そういうこと？おじいちゃん、おじいちゃんじゃねえ、おばあちゃんになったら水着に価値はないってこと？まあ、ビキニ姿のおばあちゃんとか見てもなっていう。小柄な方がアイドルとしてはいいって言ってたけど。その時は、ビューティー路線でアピールしますよ。くじけないやつだな。自分を磨けば、どうとでもなるってことです。成功毒。なんで青ひげの旦那は水着のことに、水着について熱く語ってんだ。いいやつに見えてきたな。もっとも、うちの家系はみんな小柄なので、もう背は伸びないと思いますけどね。ちっちゃい方が可愛い。大きいと可愛いじゃなくて綺麗になるからな。仲良し、からかう。自分でセクシーだなって思うポイントあるか？ボディラインには自信ありますよ。天下みたいだしな。鍛えて磨いてますからね。見た目天下みたいだぞ。今終わった。話が終わった。ラッキー取るのは難しそうだから活発で。これ1個の時も2つの時も増える個数は1なんだね。物心ついた時には何回転かよね。もう踊ってました。もうそれにしか見えないもん。へえ。
俺たちのアート蜂のように舞い蝶のように刺すんですね。これが人間のやることかよ、北枕。逆だったあのシーン漫画で見るとさ、マジで吐きそうになるからね。漫画誰がここまでやれと言ったっていうくらい描写してるからね。あの青ひげの旦那の魔術工房やばいよ、あれ漫画で見ると。マガジンなんだっけ、ニュータイプエースでやってたんだっけ。全身運動ですからね、ダイエットにももってこいです。マジで人間オルガンとか人間なんだっけ、あの人間オルガンはいかがですか北枕。人間オルガンと人間電気スタンドだっけ、やばいよなあれ。その代わりさくらちゃんのチンコ虫の話もさ、ちゃんと描写してるからね。あれエロとグロを合わせ持ってるっていうね。誰がそこまでやれと言って、やれと言った、もっとやれっていうね。いいぞもっとやれ。全身運動ですか。何回同じ話してんねん。あ、いけない、もうこんな時間。思ったより楽しかったですよ。バッチリ盛り上がったけど、絶対クラスの男子に中沢って天下みてえだよなって言われてるよな。マジだ、もう天下にしか見えねえ。中沢が天下にしか見えない件についてって学校裏サイトに書かれてる。大工館で体育よ。になったことさえないくせに北枕やめてあげて、一番のトラウマやめてあげて。走ないな、成功毒カリアおじさんかわいそすぎ。校庭で体育だぞ。どうぞ。中沢のイベントを見るか。妹はどうだっけ。もうちょっと下校イベント見たいな。だったら妹はね、だからちょっとお話でもしましょうぞ。後頭部にいるのか。花火大会があるんだ。今ならちょっと話そうよ。いいでしょ。おじさんの魅力ですから。人間臭いからね、一番カリアおじさんは。フェイトの中じゃ他のやつらがねちょっとおかしい。猟奇殺人鬼と世界を救うためにはショーを切り捨てるおじさんと、あとなんだっけ、ああまともな人一人いたわ。ライダー陣30分延長しました。ライダー陣営のライダー陣営が一番癒しだよな。やった、何話す何話す。そういえばスピンオフのアニメありますよね。ゼロ話だけこの前見たんだけど面白かったな。あ、全然溜まってなかったのかこれ。おお、いいね、ラッキーが、ラッキーがいい感じに溜まってるぜ。いきなり見つめる、妹を見つめてもと思うが、なんだろう、ドキドキしてきたんごーって言うんでしょ。どうしたんだ。はいはい。いや好きだよ妹ちゃんもね。もうちょっと自重してくれたらいいんだけどね。ちょっとね、行き過ぎな面があるからな。そこさえちょっと節度を守ってくれるとお兄ちゃんはねいいんですけど。ラッキーを埋めたいから。一つ借り切った完璧な工房だ。結界24層、魔力炉3もとい、両剣代わりの悪霊、猛量数十体、無数のトラップ、廊下の一部は異界化させている空間もある。スイッチ一つでビル倒壊させられてるやん。妹が調子に乗るんですよ。うん、いっぱいいるよ。気になることはすぐ仲良くなっちゃう。このビッチが、そういうことすごいって思うよ。褒められた。あんだけ準備しといてね、スイッチ一つでビル倒壊させられちゃってるからな、かわいそうに。そうだね、なんかあんま困惑してないもんね。もう妹という立場を利用して兄貴をいけない方向に連れて行こうっていうね、悪魔のような女だよこのハメルンの笛吹き女が。腕立て伏せの効果はどうなんだ。いやだな、そう簡単に成果は出ないよ。いや、おっぱいがでかくなるとかそういう話じゃなくて、できるようになったかって聞いてんだよ。半年後にはバインバインかもしれないけどねガッシュベルの
ビッグボインみたいになればいいのに。そしたら笑えるのに。チッチチッチウォッパイって。いやー分かったよ、その自慢のパイオツに触ればいいんでしょう。くすぐったいよ。この子は欲ばなし口的に網を手ごめにしようとしてる。既成事実を作ろうとしてるよな。キャンチョメ好きだったよ。わら成功毒。あれ高橋さんが歌ってんだよね、そういえば。高橋さんが歌ってんのかな、声優の。ちょっと忘れちゃったな。仲良し行くか、からかお。前にはちょっと早いと思うんだけど。ううん、早くないよ。ちょうど知りたかったとこ。は？男の人ってそうなんだ。何も言ってねえよ。え、何なの？あ、いけない。ずいぶん話し込んじゃった。もう行かないと。何を話したんだよ、兄貴は。すっごく楽しかったよ。ありがとう。またね。そうだね。最初は使えない能力、まああの変身能力しかなかったんだけど、キャンチョメ強くなったからな。最後のは何話したんだ、妹に。じゃあ寄り道んごするか。寄り道で行けるところはレベル5だと、あ、ファッションビル行けるやんけ。ファッションビル行けるけど金がないやんけ。98,000。これ金貯めしてもいい。週末に行って金を貯めてロードスルーを繰り返せば98,000貯められるんだよね。それかバイト行くかだけど。やるか。やらいでか。これが 100% 中の 100% だ。エンカウントリトルアップ。やろうか。98,000ってね、貯められないよな、なかなか。マジカルエンカウントで、ここでセーブして、あ、お兄ちゃん中澤の時にもあのファッションビル行けるようにしとこうか。ここで会うなんて偶然だね。一緒に帰ろう。よし、やるか。その方法でお金ため。まあ別に悪いことじゃないし、このシステムを利用した賢いやり方だよ。うん、行こう行こう。それやんなくても98,000くらいだと貯められそうではあるけど。っていうかあれか、せっかくだからどこか寄ってこうよ。いいでしょ、週末に行かなくても毎日バイトして、終わったらロードして、またバイトして、終わったらロードしてってやったら無限に金貯められんのか、このシステムだと。バグじゃなければ恥ずかしくないもん。成功毒。システムデータにセーブしてんだもんね。いけねえ。シーソーも良さそうだけど。放課後ループを繰り返し心が死んでいく主人公になる。わら、北枕。毎日毎日自転車で橋を渡る。そしてそれを見続けるオカリン。あのエンドはきつかったな。毎日毎日サイクリングしてんだもんな。シュタインズゲートのあのエンディングは原作のエンディングだけど、あれはきつかったな。お、いいね、行こっか。通称サイクリングエンドね。バイト戦士のエンディングだっけ、確か。バッドエンドかなんかだった気がする。お兄ちゃんって結構ゲーム好きだよね。ピコピコ、小さい頃からよくピコピコやってるし。おばあちゃんか、お前は。うちの母親がよく言ってたよ、ピコピコやめなさいって、ご飯できたからって。ピコピコなんて言わねえし。まあな。課金とかしてるの？ゼロの歴年エンドは癒し、北枕。ゼロやったことないな。アニメは見たけど。課金はね、フラワーナイトガールでだったら課金してるよ。してるよ。戦闘力53万の団長ですが何か。一度金を払ってガチャってたら、バイト代を全部つぎ込みかねないって分かってるからな。絶対に1円も払わねえ。はあ、ダメだな。課金がダメなんじゃないんだって。課金する価値があるゲームに対してだけ課金すればいいんだよ。わかります？これ
絶対課金しねえじゃないからね。そのゲームに対してだったら課金してもいいかなっていうゲームだったら俺喜んで課金するよ。とことんやっちゃうとこあるもんね。ところも本当だから好きでやんす。そのおかげで一気に写真を好きになったのかもね。そうかもな。今言うと着いた着いた。何して遊ぶ？実際にある音ゲーがあるじゃん。あのなんかドラム洗濯機みたいなやつ、あの右側の遊び方が全く分かんないんだけど。そうだな、お前が遊べそうなのは座ってガチャガチャやるのがいい。体を動かすのがいいな。札束で殴り合うゲームはちょっと普通にそう課金しないと遊べないゲームは嫌なんだよ。課金したくなるゲームがいいの。わかる？人を札束でひっぱたいて何が楽しいんだよ。体を動かすのか、じゃあダンスゲームなんかどう？あ、いいね。やりたい。踊る踊る。私の好きな曲あるかな？シットロット踊りかい？バッチリ決めちゃうから見ててね。ユミナの好きな曲はシットロット踊りですね。ミュージックスタート。メラッサメラッサ。お、あ、何これ、なんか始まったなんかフォトカノの最初で見たな、これ妹がやってたやつ。お、かわいいかわいいぞ。おい、どっかで見たようなモーション、わら、成功毒。これかわいいな。ちょ待って、これ中澤が踊ってたやつ。あ、なんか中澤がやってたやつっぽいな。でも歌は、あ、そうだね、中澤が歌ってたやつだこれ。でも歌ってんのはユミリちゃんだね。うめえこいつ妹もこの路線なら可愛いなのにな。そうだな、お兄ちゃんをからかわなければ可愛いのにな。ユミリ氏の声はやっぱり可愛いな。おお、やるな。まるでお前の曲みたいにバッチリ余ってたぞでしょ、自分でもそう思う。この曲夢があって好きなんだ。私が魔法少女でバーチャル YouTuber だったらこんな感じかなって。実際やっとるがな、 YouTube で。魔法少女ってとしてもないだろ。ああ、まだ15歳なんだからね。夢見る年頃なの。旧支配者かな。魔法少女に変身して小さい頃に戻りたい。旧支配者だ、金を出せ、進行しろ。ははは、ほらほら、今度はお兄ちゃんが踊る番だよ。俺もやんのかい。応援しててあげる。 DDR はあんま得意じゃないんだけど、ときめもの曲だったらやるぜ。ダンスゲーム。魔法少女は高校生まで OK です。成功毒、魂と肉体を分離される魔法少女最近の魔法少女は怖えからな。マスコットが対価を要求してくるからな。おかしいよ本当に。はいはい、じゃあ、ああ、ラウンジ行ってももうイベントないのかな。何でもマジカルをつければいいとも思ってる魔法少女アニメが前期ありましてね北枕マジカル手榴弾とかでしょ。ねえんだよ、成功毒。マジカル手榴弾とかマジカルバールとかね。魔法少女俺だっけ。お兄ちゃん魔法少女じゃねえしあれはグロくてやばかった。何してんだ。これからお風呂に入るとこ。マジカルス魔法少女系って毎回あるよな。前期だっけ魔法少女俺って。大浴場でゆっくり羽を伸ばすよ。魔法少女育成計画とか結構好きだったけどね。ロデオマシンはやらないのかとは聞けない。それじゃあまたね。本気あったかな。成功毒、本気は魔法系あったっけ。ない気がするけど。じゃあここでセーブしてちょっと裏作業でお金をめっちゃ貯めるわ。
で中澤と妹の分、ここでちょっとセーブ分岐させようか。中澤と妹の分の水着代を貯めます、裏で頑張って。